マヤノトップガンは、日本の競争馬、シュボバ。1995年の JRA 賞年度、代表馬、JRA 賞最優秀4歳母馬主な勝倉は、菊花賞、有馬記念、宝塚記念、天皇賞。馬名の冠名、マヤノは、兵庫県神戸市のマヤ山に由来する。馬種で医師の田所優は、神戸市名田区にある、田所病院の院長を務めていた。 マヤノトップガンのデビュー戦は1995年1月8日のダートの新馬戦。安城は竹豊が務め、単勝一番人気に支持されたが、ワンダーパ・ヒュームに敗れて5着に終わった。その後、ダート戦を2戦するも勝てず、4戦目の3月25日の未勝利戦でようやく初勝利を挙げた。初勝利後も脚部に添えが見られたため、 人営の判断により、ダート1200メートルのレースを使い続けたがなかなか、勝てず、7戦目となる5月28日の500万、下のレースで2勝目を挙げた。その後、初の芝レースとなる900万下のロイヤル香港、ジョッキークラブトロフィーで3着に入り、芝コースへの適正の不安を解消した、マヤのトップガンは自走の山百合ステークスで3勝目を、挙げ、 芝天候を決定づけるとともに本格化の兆しが見え始めた。秋は4歳クラシックの最終戦である菊花賞を目指し、菊花賞トライアル初戦、神戸新聞杯に出走、谷のクリエイトの2着に入り、出走権を獲得した。続く、もう一つの菊花賞トライアル、京都新聞杯にも出走し、成田金号の二着と構想した。この年の喫花賞は、 この時の一番人気は頻繁ながら菊花賞に挑戦してきたオークスバダンスパートナー。二番人気はトライアルの京都新聞杯を制した成田キングを出会った。マヤのトップガンはトライアルでは勝ちきれなかったものの三番人気に押されていた。レースではスタート直後に四番手につけ、道中はその位置をキープし続けた。そして第四コーナーで一気に先頭に立つと、 直線では後続を寄せ付けず、当時のレースレコードで優勝した。菊花賞後、ここまで数多くのレースを使ってきたことから、陣営は、年末の大一番、有馬記念へはなかなか出走の意思を明確にしなかったが、状態が悪くなかったことから出走を決断。出走場に実績のある馬が多く、GI を一勝しただけで信頼が厚くないこと。 状態が絶好調ではなかったことから、岸アマゾンや三冠馬成田ブライアンより人気がなく、6番人気にとどまった。しかし、レースでは、スタート直後に先頭に立つと、スローペースに落とし、ゴールまで束の追随を許さず、そのまま逃げ切り勝ちを収めた。起乗していた田原聖樹は、喫花ショー有馬記念でゴールをした時に、十字を切って投げキッス。 というパフォーマンスを演じたが、これは、同年に外旋門賞を、ラムタラで制したランフランコで通りの真似である。後輩の騎手たちに、勝ったらやってくださいよと言われていたためにやった、と、田原は後年、自らのエッセイで記している。1995年度の年度代表馬、JRA 賞最優秀4歳母馬に選出された。第44回阪神大賞天手前、成田ブライアン。 奥、マヤノトップガンマヤノトップガンは、半身対象点から始動。このレースには、前年秋の不審からの復活を期すナリタブライアンも、出走し、2頭の年度代表馬対決として、競馬ファンの注目を集めた。レースは、期待に違わず、マヤノトップガンとナリタブライアンのマッチレースとなる。残り6 0メートルの標識付近から束を引き離して、互いに譲らず、最後は、 頭差の2着という決着になった。2着のマヤノトップガンと3着ルイーボスゴールドとの差はキューバシンも離れていた。なお、後年田原は、あのレースは勝てた基調だったと語っている。次の天皇賞では、単勝オッズが、成田ブライアンが1.7倍、マヤノトップガンが2.8倍と2頭が抜けた人気になったが、3番人気のサクラ・ローレルが優勝し、 折り合いを書いたマヤノトップガンは5着に破れた。敗因について、マヤノトップガンを管理していた、調教師の坂口正宏は、調教にミスがあったと語っている。天皇賞後、陣営が自走に選んだのは、宝塚記念であった。この年の宝塚記念は、前年に発生した阪神、淡路大震災の復興支援競争として行われた。有力馬の回避が相次いだため、マヤのトップガンは、 圧倒的な一番人気となるが、安城の田原が無知を入れることもなく一着に入った。また、場所の田所ゆも大震災で大きな被害を受けており、地元の真矢山から冠名を取った、真矢のトップガンの勝利は被災者に勇気を与えた。秋はオールカマーから始動。桜ローレルと人気をに天皇賞では先行し、接戦の中二着と踏ん張ったが、 マリマ記念では桜ローレルの解消の前に7着と惨敗した。マヤのトップガンが中山コースで2000とも惨敗したことについて、坂口は当時の中山は力のいる馬場になっていて、トップガンには合わなかったと語っている。マヤのトップガンは昨年と同じく阪神大昇天から始動。前年からマヤのトップガンの起乗で悩んでいた田原は、 このレースで、それまでの先行作とは一転して、初めて最高峰からの競馬を試みた。観客から、どよめきが起きるほどの驚きを与えたが、マヤのトップガンは3コーナー過ぎから馬なりのまま束をかわしていき、4コーナーで先頭に立つとそのまま後続を突き放し、圧勝した。そして、天皇賞では、先行していた。 桜ローレルとマーベラスサンデーの2頭を大外から豪快に差し切り、GI4 勝目を挙げた。マヤのトップガンがこの時記録した、勝ちタイム3分14秒4は1993年に、ライスシャワーが記録した3分17秒1を2秒7、目更新する、世界レコードだった。天皇賞後、マヤのトップガンは、ジャパンカップを最終目標として、 京都大商店から復帰する予定だったが、調教中に左前足に浅くっけえを発症したため、9月25日に現役引退が発表され、守護場入りすることとなった。11月30日の昼、阪神競馬場で引退式が行われた。田原が起乗して、スタンド前を往復し、スタンドでは階段の手すりに登った人と警備員の間でトラブルも発生するなど、 多くの観客が集まった。以下の内容は、netkeiba.com の情報に基づく。引退後、マヤのトップ、マヤノトップガンがまだ現役だった1997年3月3日に7億2000万円の種ボバシンジケートが組まれたと発表されたこともあり、ブライアンズタイムの後継種ボバとして、初年度から期待されていた。ブライアンズタイム系の種ボバとしては、 初年度産区からウォッカを送り出した谷のギムレットに、続実績を挙げた。芝、ダーと共に問題なく、距離も短距離場から長距離場まで幅広い産区を出している。また、活躍場の中には、七同様初勝利まで時間がかかっても、その後持続的に、高成績を上げるパターンも目立つ。裏を返すと、総じて万世気味であり、二歳児から目立つ成績を上げる、馬は少なかった。 また、最初のうちは、貧馬の活躍場が少なかったが、2006年に、ハロースピードがデビューから2連勝を飾ったのを機に、貧馬の活躍も見られるようになった。主な3区からは、プリサイスマシーンと名称投稿が、GI で2着に構想するなどの実績を上げたほか、重症化チームも多数排出したが、GI 制覇を達成することはできなかった。 後継手母場に恵まれていなかったが、2009年より、ジャクラが、種母場入りしている。2015年3月11日付で、種母場登録を抹消。種母場引退後は、慶応先の優秀スタリオンステーションにて、功労場として、予勢を送っていたが、4年半後の2019年11月3日、老衰により27歳で死亡した。グレード制重賞優勝場は、 地方競馬限定重賞、地方重賞優勝馬、ありがとうございます。